ットぶり。今回もマウント&ブレード2実況していきたいと思います。前回はクエストをすると言いつつまた諸国を放浪したところまで。今回はきちんと目標である勢力兵の士官を目指していくよ。じゃあ諸国放浪の時を英知城の主になる戦いをするのぶなり頑張っていこう。突然だけど隠れ家襲撃中、仲良くなれるかは別としていろんなところで依頼をこなしているよ。いい訓練にもなるしな。そうそう、なんだかんだで追い剥ぎを追い剥いでいると時間を忘れちゃうんだよね。下手なりに戦闘は楽しく感じてるんだよな。弓歩兵になってからはあまり苦労してないからね。でも乗馬訓練もしなきゃないんじゃない？それはそれなりに部隊が強くなってからでいいんじゃないかと。私が強くなきゃ勝てないわけじゃないからね。今もほぼほぼ遠距離でサポートくらいしかしてないからな。味方が瞬殺するからな。で、ボスの一騎打ちは、ミックス。の構想に協力。あ、装備なしなんだ。前に出たら即死クラスだな。相手が買収してきたけど拒否。前に後ろから攻撃。いやいや、敵に後ろを見せる方が悪いんだよ。勝利。報酬は723円。安い。今後はギャングは潰すものと思っておこう。西敵がしてと走り回っていたら追いはぎが制定していたので狩ることに。数は10人超えばかりになってたんだよな。時間を置くと成長するのかもね。ま、見つかったら狩られるだけなんだけどな。追いはぎを追いかけつつ、フーサイトのモンチュグを探しているよ。モンチュグ、聞いたことがあるような。フーサイトの王様だね。フーサイト的にはハーンらしいけどね。ってことは、フーサイトに帰還するの？その予定だよ。乗馬が苦手な私には似合わない勢力かもだけどね。で、モンチュグに会うための道中で追い剥いでると。まだまだ訓練は必要だからね。勢力同士の戦闘のためにはね。どんな感じになるのか楽しみだな。モンチュグが見つからないので近くにいた20人にまで成長した追いはぎを追いはぐことにしたよ。てか、もう逃げ始めてるじゃん。なので追撃のために全軍突撃。牙も増えたから追撃に成功するとは思うけどね。探したらモンチュグは南の国アセライと戦争中らしく、なんかすることに。途中追いはぎ連合と戦い、信成は弓の訓練。30近くまで上がったけどまだまだなんだよね。多分当たらないと経験つかまらないと思うよ。だからなおさら上がりづらいんだよね。100発100中になるために当て続けなきゃないという大変さ。ようやくモンチュグを見つけたけどアセライのフラグを包囲中で話しかけれなかったよ。当たりうろついてもいいけど包囲終わってまたどっか行かれても困るからな。なので包囲が終わるまで近くの村で待つことに。待つことよっか。モンチュグの軍勢がようやくフラグを攻略。さあ急いでモンチュグに会いに行こう。500円取るとか気にせず払って城主の間に行くよ。さあ信成の王になるモンチュグはどこかな。いそうな予感。一応諸侯に挨拶くらいしておこう。
下であった目水さんが城主になったのかな。目的のモンチグがいないし、あ、いた。一人で本読んでるし、王は孤独なのかもねー。さあ、部下にしてくれー。へえ、こんな感じに誓いの言葉を言わされるのか。裏切ったら何されるかわからない感じで、無事をだけはフーサイトのクランに。じゃあ、フーサイトのために戦おうか。で、解放された王国タグ。今のところ全部の領地は割り振られてるのか。そうみたいだねー。信成が領地もらうためにはどこかを攻略しなきゃないってことだね。領地増えても功績低いともらえなさそう。そうだねー。まずは戦争で活躍しなきゃねー。ふーん。今あるクランで領地ないのは織田家だけか。ってことは、功績次第でワンチャンあるかもねー。それに、影響力とかいうのもあるし、活躍すればもらえるのかな。かなぁ。今フーサイトはアセライト戦争中か。どうやら、優勢みたいだねー。じゃあ、このビッグウェーブに乗らなきゃ。そうだねー。アセライ方面に進出して、何かできないか考えてみよう。近場はラジの町で、近くに村もあるなぁ。うん、ラジを目指してから、その先を考えよう。モンチグハーンもラジを目指してるなぁ。いいねぇ、何かあれば助けてもらえそう。どかの村は先に出た部隊が略奪してるなぁ。私はモッサムにでも行ってみようかな。どかを遠巻きに見てるアセライ軍がいる。数的に勝ってるし、攻撃してみよう。オリチョールさん、戦おう。そう言われると迷うけど、でも、戦う。70対50、軍との戦いは初めてだから緊張するねー。やっぱ、騎馬もいるよね。いるでしょう、まずは騎馬が狂わず。来ない？来た、やっぱ騎馬。4騎だけ？騎馬がこれだけはないよな。引いた？正面から本体が来たね。闇雲に撃ってるつもりはないんだけど。切り込んでこられたので、ここで全軍突撃。いけいけ。どこ行ったんだろ。敵騎馬の残りの馬しか見当たらない。もう敗走した。見たいとなると思いのほか弱かったなぁ。数で勝ってたけど、あっけなかったねー。初勝利で、オリチョール君を捕まえたので、ホヨニー。うわぁ、敵のほとんどホヨニーしてるし。使えそうなのをホヨニーして持ち帰ろう。無傷で勝てたので、勢いに乗ってモッサムを襲撃することに。襲撃はかわいそうなので、食料よこせー。69人の民兵など踏みつぶしてくれる。もうやが飛んできてるねー。
69人にもなるとすごい迫力だな。でも、ヤオウケが当たりそうなほど密集してる。思いのほか痛い。なので、全軍突撃。キバタケが君臨してくれるわけ。訓練なりそう。そうだねー、ちまちま追い入れるよりいいかもねー。あ、配送機は決めた。村襲撃も無事初勝利というところで今回はここまで。今回からフーサイトに仕官して帰国と初めて戦闘したけど、思いのほか簡単に勝ててびっくりだよ。でも、これに慢心せず功績を稼いでいかなきゃなー。そうだねー、早く領地をもらえるよう頑張らなきゃねー。じゃあ、フーサイトにて一条の主になるべく奮闘する信成の活躍を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。